1968年の金鉄バファローズでは、1968年の金鉄バファローズの動向をまとめる。この年の金鉄バファローズは、三原治監督の1年目のシーズンである。この年巨人西鉄太陽と渡ってきた、三原治が監督に就任、西鉄との開幕3連戦、通称、親子シリーズを全勝するなど4月を14勝を4敗で、 開幕ダッシュすると、以後6月まで首位を突っ走る。三原監督就任後初の胴上げが病読みと言われたが、7月の7連敗、8月の6連敗など大型連敗が、続いて夏場に失速。9月以降も負けが込み最終的に東京にも抜かれて、借金16の4位に終わった。当主人は、 開幕投手の鈴木刑事が23勝を挙げて2年連続の20勝を挙げ、前年ローテーション入りのいた東里氏がチーム2位の12勝、佐々木光一郎が11勝で2桁勝利投手3人を排出し、西鉄からトレード遺跡の清志俊彦も負け越しながら、防御率3点台で検討するなど、先発陣がチーム勝ち星の大半を稼いだ。打撃陣は、打率本類だ、本塁打。 得点がリーグ最低だったものの、前年チーム主位打者の土井正宏が、打率リーグ3位と活躍し、新人の小川徹、長淵洋蔵など若手も対等。それ以外では、安井智則が54盗塁、鎌田実が16盗塁など1.2番コンビが、走りまくって、盗塁数はリーグ1位の151個を記録した。結局、阪急の2連覇を許したが、 終わってみれば1963年以来の再会、脱出、三原のやり方が選手に自信を持たせることになる。カード別成績では半球に9勝17敗と負け越したが2位難解には13勝13敗の5分で検討した。ありがとうございます。